カーニバル、沖縄サンバカーニバルは、毎年11月に、沖縄県沖縄市で開催される、サンバのイベントである。地元のサンバチーム、オペーシキリダコザによる主催で、毎年11月23日前後に、沖縄国際カーニバルのメインイベントとして、開催される。沖縄市の目抜き通りである、コザゲート通りを全面通行止めにし、サンババンドによる、ステージ、 サンバダンスコンテスト、サンバパレードなど多彩なイベントが繰り広げられる。パレードには地元市民らを中心に約300名が参加し、東京や大阪、神戸、福岡などのサンバチームからの参加者も数多い。2012年より2014年まで前夜祭りが茶壇町三浜で開催されていた。2000年に沖縄市、 タウンマネージメント機関が主催する地域活性化のための新規事業誘致企画、ドリームショップコンテストが行われ、沖縄サンバカーニバル開催を事業計画に盛り込んだ飲食店舗サンバイザカヤをペーシがグランプリに選出される。ちなみにこの時の審査委員長は、沖縄民謡会の重鎮、テルヤ・リンスケ。また、俳優の玉木みも審査員として参加。 サンバ居酒屋をペーシは同年7月沖縄で初めての本格的なサンバチームオ・ペーシキリダ・コザを結成ピースフル・ラブロック・フェスティバルや世界の内ちのアンチュ大会オリオン・ビア・フェストなどに出演するなど活動を開始なおこのチーム名はポルトガル語でコザの笑う魚という意味オ・ペンシは2001年11月に沖縄国際カーニバル 民族芸能大パレードにて初めて大掛かりなパレードを開催。同実行委員会よりパレード演舞部,部門最優秀賞を授与される。これを機に、お、ペイ氏は沖縄国際カーニバル実行委員会に対し、サンバチーム単独でのイベント開催を陳情。それが認められた2003年からイベント名を。 沖縄サンバカーニバルと定め、沖縄国際カーニバル内のメインイベントの一つとして、単独のステージ、パレードを開催することとなった。沖縄サンバカーニバル立ち上げ時には、コンテスト形式のパレードを目指し、お、ペーシを分割して、第2位のサンバチーム、イーリャドスーを結成。2003年のパレードでは日チームが、テーマソング、歌詞、仮装などを別個に制作し、 チーム対抗形式をとった。この年の審査員には内縄な話家で俳優の藤木、早と、元、ディアマンテスのキーボード奏者、ボブ・石原など、県内の著名人が多く協力している。現在では、イベント開催の便宜上、統一のテーマソングが演奏される中で、2チームが同時にパレードする形式となっている。 テーマを沖縄に関する実証に限定し、沖縄の歴史、文化を参加者、観客が一体となって、見つめ直せる演出を心がけている。パレードでのテーマソングは必ず、日本語で作られ、内縄口も多く交えた歌詞となっている。沖縄サンバカーニバルの各年のテーマは、以下の通り。勘から参戦我ら漢方抜くえぬくさーの子2004年のテーマは、 当時闘病中であった、テルヤ・リンスケを励ます意味で企画されたもの。テルヤは、翌年3月死去。2005年のテーマは、当時から問題になっていた、合わせ日型観択問題や辺野古への、米軍基地移設問題など環境問題を扱った、もの。2008年のテーマは、日本人ブラジル移住100周年記念として企画された。そのテーマソングは、同年6月に、 ブラジルサンパウロ市で開催された日本人ブラジル移住100周年記念式典。同年8月にジアデーマ市で開催された沖縄県人移民100周年祭典でも演奏された。ありがとうございます。